それでは通告に従いまして、公共交通の推進と自転車の活用についてお伺いいたします。9月5日、フランスストラスブールのまちづくりの著者である藤井由美さんゲストの LRT 推進静岡市公共交通シンポジウムに参加しました。私も15年前にストラスブールを訪問し LRT に乗り、見た街並みを鮮明に記憶しているだけに、LRT 実現が近くなっていることに感慨の深いものを感じました。9月13日には都市交通デザイン会議の村井豊さんゲストの街磨きトーク、自転車を生かした街づくりに参加して、市長の熱い思いを聞きました。市長はデンマークコペンハーゲンを例に世界水準の自転車都市静岡を目指すとして、まず10月の高野町の交通社会実験、観光でのレンタサイクル実験、11月長和町平面横断化社会実験から始めたいと。一方で自転車を扱う総合的部署が町内に不在であることも率直に語ってくれました。そこで改めてこの世界水準のですね、自転車市長の思いですね、公共交通も含めまして、この思いとそれから世界水準の自転車と静岡の実現に向けて今必要なことは何であると考えているのかお伺いしたいと思います。また LRT の走る街として目指すものは何か伺いたいと思います。次に2つ目の子どもの貧困と自治体の対応についてお伺いいたします。お手元の9月5日の静岡新聞、生活保護世帯高校進学率5割経済的自立へ中学生学習支援の新聞をご覧いただきたいと思います。政令市を除いた自治体の県平均の全日制高校進学率は 91.7%、 生活保護世帯は 53.4% と貧困の連鎖が学習機会の均等性を奪っているという内容であります。そこでまず過去3年間における静岡市の全日制高校への平均進学率と生活保護世帯の進学率、定時制高校への進学率についてお伺いします。次に教育庁は生活保護世帯の進学率が低いことについてどう考えるか、またユニセフが今年の6月発表いたしました日本の子どもの貧困率 14.9% で OECD 35カ国中下から9番目、子育てや福祉に投入される公的支出は GDP 中 1.3% でこれまた下から7番目、こうしたことが貧困の連鎖を生み出す要因となっているとの指摘もありますが、教育庁は貧困の連鎖についてどう考えるか伺いたいと思います。市長、私からは大きな項目、公共交通の推進と自転車の活用についてのうち、世界水準の自転車都市の実現に向けて必要なことは何かというお尋ねにお答えをいたします。その前にまずもって私どもの今後の交通政策の情報発信のために企画をした今月開かれた LRT と自転車の2つの催しにご参加をいただきましてどうもありがとうございます。御礼方々、今後私がこの LRT も自転車も共通して今後の静岡市の土地交通政策として理念に持っているものは歩いて楽しい街づくりということだと。コンパクトな中心市街地を生かし都心部への自転車流入を抑制した上で歩いて楽しい街を目指していくと。そこから今後世界水準の自転車都市に実現に向けて一歩を踏み出そうというのが基本的な考え方であります。そもそも所要の条件として静岡市は坂も少ない、雪も降らない、風も吹かない、大変気候条件として自転車を交通手段にするには適した環境を持っております。またこれまでも行政の積み重ねの中で、例えば平成10年度には旧建設省から全国の中で19都市でありますが自転車利用環境整備モデル都市に指定をされ、自転車道ネットワーク整備計画に基づく自転車レーンの設置や駐輪場の設置運営というハード対策を行ってきました。また一方、自転車の安全利用を重点目標とした交通安全運動、小学生から高校生を対象にした交通安全教室などのソフト対策
も実施をして、幅広く自転車交通についての施策を進めてきたというふうに考えております。しかし、私が市長に就任をして、この議論を深めていく上で、課題を2つ発見をいたしました。それが議員の質問に答える今後必要なことにつながってくるというふうに認識をしておりますが、その一つは今までの自転車の施策が行政の中では残念ながら縦割りでバラバラに進んできたということであります。一体的な執行体制が構築されていなかったということを乗り越えていかなければ総合的な体系だった自転車政策ができないというのが一つ目の課題であります。二つ目の課題は今度は自転車を乗る利用者ドライバーの側の問題であって、やはり、自転車のルールとかマナー、これは中高生から幅広い年代に至るまで浸透をしきれていない、不足をしているということであります。その2つの課題を鑑みると、確かに全国の中では静岡市1つの自転車モデル都市としてそこそこ行っていますが、やはりあのシンポジウムの時にデンマークのコペンハーゲンの映像を市民の方々に見ていただきましたけれども、世界レベルには今一つ力の差があるなというのが私の現状認識であります。ですので、これを行政が、これ県も国も一緒になって一体的に、昨年、議会から提言をいただきました WHO のセーフコミュニティの認証を目指すという中で、この自転車にとって安全な街づくりというものを位置づけた上で、一体的総合的に自転車政策を進めていくという縦割りを打ち破ったところ、そして受ける側のドライバーの皆さんにもこのソフト対策としてのマナールールというものを浸透啓発をしていくという2つの課題を持って、さまざまな取り組みを進めていきたいというふうに思っています。そこで目下自転車施策を実施する市役所内の関係部局を一堂に集まってもらい、問題意識の共有やそれに対する多種多様な取り組みやアイデアを出し合うなどという前向きな議論を進めております。まあ、この挑戦は始まったばかりであります。今後シンポジウム町磨きトークにおいて、市民の皆さんからいただいたさまざまな意見や提案や関係部局との議論を踏まえ、全庁的な執行体制のもと総合的横断的に事業を展開し、世界水準の自転車都市を目指してまいりたいと考えております。今後も議員の建設的なご提言をお待ちをしております。以下は副市長、教育長及び局長に答弁させます。山本副市長。LRT の走る街の目指すものは何かとのご質問でございますが、ただいま市長がお答えいたしましたように、本市では中心市街地の街づくりにおいて、誰もが自動車に頼らず安全安心で気軽に移動でき、歩いて楽しい街の実現を目指しております。近年欧米の多くの都市において歩いて楽しい街を作る手段として LRT が活用されていることからも分かりますように、歩いて楽しい街を実現するためには LRT の導入が極めて有効であると考えております。本市における LRT の導入につきましては、昨年度静岡商工会議所、静岡鉄道、市学識経験者で構成された静岡市 LRT 導入研究会において検討が行われ、LRT は環境、健康、交流、にぎわいなどに効果が期待されることから、LRT の導入とその沿線でのまちづくり施策の実施により、静岡型コンパクトシティの実現を図るべきとの提言をいただいたところでございます。この提言では、LRT の導入に向けて、需要の確保、都心部への自動車流入抑制、静岡鉄道や JR との結節などが課題であると示されており、本年度はその解決方策の検討を行っているところでございます。今後市民の皆さんや経済界などとの連携協力のもとに、
これらの課題の解決に向けた取り組みについて合意の形成を図っていきたいと考えております。以上でございます。教育長、はい、生活保護世帯の進学率のこと、それから貧困の連鎖ということについてお答えをします。生活保護世帯の高校進学率が市全体の全日制高校への進学率に対して低いということについては認識をしております。中学校卒業後の進路に関しては、子どもたちが自分の将来を見据え、子どもたち自らが希望を持って進路先を決定できるよう学校は指導をしているところでございます。また貧困の連鎖ということでございますが、こうした社会状況を踏まえ、本市では教育振興基本計画に基づき、たくましく、そしてしなやかに生きていくことのできる力を持った子どもたちを育てる、このことを教育理念として推進をしているところでございます。今後も生きる力を身につけ、困難に負けずに自立できる子どもたちの育成に努めていきたいと考えております。なお、国における高等学校等就学支援金制度や本市の奨学金制度もございますので、その活用についてさらに周知を図ってまいりたいと考えております。以上です。教育次長。過去3年間の静岡市の全日制高校生活保護世帯定時制高校への進学率についてですが、平成21年度の静岡市全体におけます全日制高校の進学率は 91.2% で、このうち生活保護世帯の全日制高校への進学率は 65.5%、 定時制通信制高校への進学率を含めますと 78.2% でございました。平成22年度の静岡市全体におけます全日制高校の進学率は 91.0% で、このうち生活保護世帯の全日制高校への進学率は 67.7%、 定時制通信制高校への進学率を含めますと 86.2% でした。続きまして、平成23年度の静岡市全体におけます全日制高校の進学率は 91.7% で、このうち生活保護世帯の全日制高校への進学率は 57.8%、 定時制通信制高校への進学率を含めますと 74.7% でございました。以上でございます。松谷君。市長から、自転車 LRT の共通目標は歩いて楽しい街、そこを目指す。でそこには、行政及び市民の側に2つの課題があるということ、さらには、WHO のセーフコミュニティの、認証を目指してですね、自転車の似合う、この静岡を作っていこうと、ご答弁いただきました。私、この市長の考え方については賛成でありますし、支持していきたいと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。で、この、人が楽しく歩く街というのは、LRT の副市長の、答弁にもありましたけれども、結果は、マイカーを抑制して、自転車、公共交通の利用を促進する、ということに、なるわけであります。で、その意味で、自転車っていうのが身近で渋滞緩和に役立ち、環境に優しく、健康的で観光活性の手段でも、あり交通手段である、この、自転車、ということで、大変いいことづくめでありますけれども、課題もあるわけであります。で、その一つが駐輪対策であれ、走行空間の確保であり、マナーの向上と、いうことになるわけでありますけれども、そこで静岡地区中心市街地における駐輪対策の取り組みについて、民間の府地義務駐輪場の収容台数や、市駐輪場の有料無料の施設数と収容台数、および利用率など整備の状況、
駐輪マナーの啓発の状況、放置電車の撤去状況など具体的にお伺いしたいと思います。また駐輪対策として取り組むと、聞いております。岩崎議員昨日もご答弁いただいておりますけれども、高野町の社会実験内容についても改めてお伺いしたいと思います。次に、もう一つの走行空間の問題であります。歩道、車道、専用道、3つあるわけでありますけれども、このルールの曖昧さと、事故の多発ということから、交通法も改正がされました。東京都では、有識者からですね、ナンバープレートをつけたらどうかという、提言も出されております。静岡市では、最近といいますか、駿府公園、本鳥など自転車レーンが、あちこちに、登場し始めたということであります。そこで2点、この自転車道ネットワークの整備計画の整備目標と整備状況についてお伺いいたします。そして2つ目に、専用レーンは、大方が歓迎ですね。若干怖さもあるという方もありますけれども、こうした計画策定時における市民参加と整備後の効果、検証、啓発活動はどのようにしていくのかお伺いしたいと思います。次に2つ目に、先ほどのマイカーを抑制し、自転車公共交通の利用を促進すると、このことについてお伺いするわけであります。ここでは通勤時、バス専用レーンが大変大きな役割を果たしております。公共交通新法で私鉄社長の酒井公夫さんも、それから町磨きトークで村井さんからもですね、静岡市の通勤時におけるバスの速度はどのくらいかという問題提起を受けまして、実際は静岡市は14キロから15キロにも増えたと、浜松市はしかし20キロだ。バスの速度が上がればバス利用は高まると指摘されたわけであります。バスの速度を上げるためにはどうするかということになるわけでありますけれども、これはマイカーの利用者を自転車や公共交通に誘導していくということが必要になるわけであります。その意味で、まず、バス、鉄道、マイカー、自転車、徒歩の交通手段分担率の状況と目標についてお伺いしたいと思います。次に、公共新法で、参加者のもうほとんどの方が LRT の導入には賛成ということでありました。最後の終わりで総工会議所専務理事の厚川博さんが、導入するには市民にも市長にも覚悟が求められる、市長には選挙がある、と発言されました。覚悟というのは、中心市街地での LRT 導入に伴う車両の流入抑制、施策のことを指すわけでありますけれども、 LRT 導入に向けた取り組みについてお伺いしたいと思います。次に、子どもの貧困の問題についてお伺いいたします。教育長からはですね、静岡市の目標であるたくましくしなやかな、そうした子どもをですね、育てていきたいんだと。で、さまざまな、財政、貧困の問題については奨学金等もありますと、そういう、ご答弁でありますけれども、教育委員会としては、そういうご答弁になるのか、こうした問題を福祉サイドと連携して考えていかなければ問題の解決につながらないということでもあるのか、非常にご答弁聞いていて、難しい問題であるということを改めて認識いたしました。で、答弁の中で静岡市でもですね、生活保護世帯の全日制の進学率が、一番新しいところで2011年度で 57.8%、県内自治体と、前年度はちょっと高めなんですが、やや似てきているという状況であります。堺市の調査では、生活保護世帯の 25% の方々が、親もまた生活保護世帯であるという、貧困の連鎖の問題が、問題となっているわけであります。静岡市では、じゃあ実態はどうかということで、改めて、学校の状況についてお伺いいたします。この3年間の小学校、中学における要保護、準要保護、それぞれ実態はどうなっているのか、就学援助制度の働きかけや周知はどのようにされているかお伺いしたいと思います。二つ目に、就学援助の内訳、援助額はどれくらいで、静岡市の独自基準、県内との比較でいくとどのような状態になるのか、また、準要保護者への国庫補助が2005年に一般財源化されたわけでありますけれども、静岡市の予算措置に変化はあったのかお伺いしたいと思います。そして、母子、家父、福祉基金のほとんど、資金のほとんどが教育資金ですけれども、貸付の基準と償還はどうなっているのかお伺いしたいと思います。中学生の自給資金は対象となるのかもお伺いします。そして、教育的な対処の問題でありますけれども、教育庁の話でいくと、その辺がどうなるか、ちょっとどういうことで返ってくるかなんですが、静岡市ではこうした就学援助の対象となる子どもたちに、これまで学習支援というものはですね、行われてきているのかどうか、
また県が、まあ、今回先ほどの新聞の報道にありますけれども、セーフティーネット支援対策等事業費補助金という、まあ、厚生労働省の、まあ、あの資金を活用して学習支援の、まあ、こう動きをされようとしているわけでありますけれども、静岡市はそうした準備を始めようとしているのかですね、お伺いしたいと思います。次に子どもの貧困 の、 まあその背景といたしまして、生活保護世帯が急増している中で貧困の連鎖はまあ強まっていくことが予想されますけれども、市民税の給与所得者における総所得金額の傾向というのはどういう傾向にあるのか、またそれらを踏まえてシングルマザーシングルファーザーへの保育料について、沼津市では実施が検討されておりますみなし家父控除を実施する考えを静岡市は持っているのかどうかお伺いしたいと思います。都市局長。公共交通の推進と自転車の活用に関する3点のご質問にお答えをいたします。はじめに静岡地区中心市街地における駐輪対策の取り組み状況でございますが、本市では町内横断的な連携のもと世界水準の自転車都市を目指し、ま、取り組んでいくこととしておりますが、その中で街中における駐輪対策としては3つのことを基本方針として取り組んでおります。1つ目は駐輪場の整備、2つ目は駐輪マナーの啓発、3つ目は放置自転車の撤去であります。1つ目の駐輪場の整備につきましては、駐輪需要に対応するため一定規模以上の建築物を対象とした不地義務条例に基づく駐輪場や駅周辺などに市営駐輪場の整備を行っております。現在静岡地区中心市街地では不地義務駐輪場が約4300台分、市営駐輪場のうち有料が7箇所約6000台分、無料が3箇所約600台分整備されております。市営の有料駐輪場の利用率でありますが、平成23年度において JR 静岡駅周辺の黒金西第一駐輪場など5つの駐輪場では約 114%、 青葉通り駐輪場は約 50%、 大手町駐輪場は約 56% となっております。2つ目の駐輪マナーの啓発につきましては、利用マナー向上の教育や駐輪場の位置などを示したマップの配布などを実施をしております。3つ目の放置自転車の撤去につきましては、撤去台数は年々減少しておりますが、平成23年度は静岡地区中心市街地で年間約5500台を撤去をしております。これらの施策により静岡地区中心市街地では平成元年に1日約7000台あった放置自転車が23年度には約2000台まで減少をしております。まあ、しかしながら依然として、路上駐輪が多く見られ、街中の良好な景観や歩行者の通行が阻害されております。このため高山地区で本年10月中旬から車の通行を規制するモール化と、路上などにラック式の駐輪場を設置する交通社会実験の実施を予定をしております。今後はこれらの実験の成果を踏まえ、地元関係者や道路管理者、交通管理者などと連携を図りながら、街中の安全快適な歩行空間の確保や放置自転車の減少を図っていきたいと考えております。続きまして、交通手段分担率の状況と今後の目標についてお答えをいたします。本市の交通手段分担率は静岡県中部地区で平成13年度に実施したパーソントリップ調査ではバスが 2.8%、鉄道が 4%、 自動車が 50.2%、 自転車が 20.2%、 バイクが 4.9%、 徒歩が 18.1% となっております。本市の交通の特徴としては他の都市圏に比べ特に自転車利用の割合が高く、自動車の利用も高いものとなっております。今後は自動車に過度に依存せず、公共交通や自転車でより快適に移動できる交通ネットワークの構築に取り組み、自動車利用から公共交通や自転車利用への転換を図っていきたいと考えております。
最後に LRT の取り組み状況でございますが、研究会からの提言を受けまして、今年度は導入に向けた課題の解決を図るため、詳細な調査を実施していくとともに、市民の皆さんや経済界などと連携協力した新たな組織づくりに取り組んでおります。また、導入に向けては市民の皆さんの合意が必要不可欠なことから、シンポジウムやパブリックコメントなどを実施し、市民の皆さんへの情報提供を図るとともに、理解や協力を得ていきたいと考えております。以上でございます。建設局長。自転車走行空間の整備についてお答えいたします。まず自転車道ネットワーク整備計画の整備目標と整備状況です。本市では町内横断的な連携のもと世界水準の自転車都市を目指し取り組んでいくととしておりますが、ご質問の静岡市自転車道ネットワーク整備計画につきましては、本市における自転車の利用率が全国的に見ても高く、自転車に関連した交通事故の発生が多かったことから、安全かつ快適な自転車走行空間の確保を図るため、平成20年度に策定いたしました。全体の計画延長は約289キロメートルで、そのうちすでに整備されている延長約69キロメートルを除いた約220キロメートルについて、短期、中期、長期の3段階に分け、平成21年度から36年度までに整備する計画となっています。現在自転車の交通量が多く、事故の危険性が高い路線や駅、学校などの拠点施設へつながる路線など、ネットワークを構築する上で優先すべき路線を短期整備路線として延長約48キロメートルを選定し、平成26年度末を目標に順次整備を進めています。計画策定後の整備状況ですが、平成23年度末で延長約11キロメートルの整備が完了し、短期整備路線に対する進捗率は約 23% となっています。なお平成23年度に整備が完了した県道藤枝静岡線、通称本通りでございますが、これにおきましては交差点内に自転車専用の直進レーンを全国で初めて設置し、他都市からも注目を浴びています。また8月に完成した駿府城公園外堀外周道路の自転車レーンにつきましても、市民の皆さんから自転車レーンができて安心して歩道を利用できるようになったなどの高評価を得ています。さらに専門家の意見では、自転車事故の減少に対して自転車レーンは歩行者にとっても自転車にとっても有効であるとされています。次に計画策定時における市民参加と整備後の効果検証、啓発活動はどのようにしているかでございます。計画の策定にあたりましては、平成19、20年度に高校生及び市民1万2000人を対象に交通利用実態アンケート調査を実施しました。さらに平成20年度にはパブリックコメントを実施し、これらの意見を計画に反映させています。また整備後の効果検証としましては、平成23年度末に整備箇所を含む JR 静岡駅および JR 清水駅を中心に、自転車を気軽に利用できる行動範囲と想定される3キロ圏内の市民1000人を対象に自転車利用に関するアンケート調査を実施し、貴重な意見を聞くことができました。まず自転車レーン整備後の安全性について聞いたところ、安全性が向上したという回答が 39%、 向上しなかったが 20%、 わからない無回答が 41% という結果で、安全性が向上したと回答した人の 71% が歩行者と自転車の衝突の危険性が減ったと答えており、安全性は向上したものと考えられます。また
今後の自転車走行空間の整備の必要性について聞いたところ、続けるべき、場所や状況に応じて続けるべきと回答した人が 97% おり、続けるべきではない、無回答とした人が 3% という結果となりました。同時に自転車走行空間の整備よりも自転車利用者のルール・マナーの遵守の方が重要であるとの意見が 70% あったということも判明いたしました。このアンケート結果を踏まえ、より安全な自転車走行空間の確保に向けて警察などと連携し、平成23年度末には自転車レーンの走行方法について新聞広告で情報発信をしました。また年4回の交通安全運動に合わせた街頭指導を継続的に実施しております。以上でございます。教育次長。子どもの貧困と自治体の対応にかかります何点かのご質問にお答えいたします。はじめに、過去3年間の小中学校における要保護世帯、準要保護世帯の実態についてですが、まず生活保護を受けている要保護世帯の児童生徒につきましては、小学校児童が平成21年度219人、22年度234人、23年度244人、中学校生徒が21年度139人、22年度170人、23年度170人と小中学生とも増加傾向にあります。また経済的に困窮し要保護世帯に準じます準要保護世帯の児童生徒につきましては、小学校児童が平成21年度1759人、22年度1942人、23年度2080人、中学校生徒が21年度1133人、22年度1242人、23年度1302人と小中学生とも増加傾向にあります。次に、就学援助制度の周知につきましては、各学校を通じて保護者全員に対しお知らせを配布するとともに、学校でも保護者会などの機会を捉えて紹介しております。また広報静岡や市のホームページへの掲載などにより広く周知を図っております。さらに平成23年度からはお知らせの中に収入の目安を掲載し、より分かりやすい案内を作成するなど改善を図っておりますが、今後も引き続き周知に努めてまいります。続きまして、就学援助の内訳、援助額等についてですが、まず就学援助の内訳につきましては、要保護世帯に対し修学旅行費と医療費を援助し、準要保護世帯に対しましてはそれ以外に、入学準備金、学用品費、給食費などを援助しております。次に、援助額は国の基準額に基づき計算しておりまして、平成23年度小学校で、1人平均年額6万3000円余、中学校で1人平均年額9万1000円余となっております。また本市の就学援助の認定基準ですが、世帯の収入額が生活保護基準の 1.3 倍以下で、県内の半数以上の市町が同じ基準となっております。さらに平成17年度の準要保護世帯への国庫補助廃止後も従前と同様に算定しておりまして、人数の増加に伴い予算も増加いたしております。続きまして、就学援助の子どもたちに対する学習支援についてですが、本市におきましては学力アップサポート事業で子どもたちに放課後の学習支援を行ったり、学力向上専門家委員会によります授業改善への支援を行うなど、子どもたちの学力向上に努めております。しかしこれらの支援は
特に就学援助の子どもたちに限ったものではございません。すべての子どもたちの課題に寄り添い、一人一人の子どもに合った支援を行ってまいります。次に、県の学習支援に該当する事業についてですが、本市におきましては現在のところ行っておりませんが、今後県のモデル地区での実践を通して研究してまいりたいと考えております。以上でございます。保健福祉子ども局長。はい、保健福祉子ども局長、2点の質問にお答えいたします。母子家父福祉資金の貸し付けの基準と償還の状況はどのようになっているか、また中学生の塾資金は対象となるのかにお答えいたします。母子家父福祉資金における就学資金及び就学支度資金の貸し付け基準は、1点目として対象者が母子家庭の母または家父であり、児童扶養手当を受給しているか、それに準ずる所得状況であること。2点目としまして、資金使途が、扶養する子どもの高等学校または大学等の進学にかかる費用であること。3点目、子どもに積極的な進学の意思があり、母子ともに貸付金の誠実な償還が見込めることなどとなっております。母子家父福祉資金の償還の状況につきましては、平成23年度の元金に対する現年度償還分で 84.1% となっております。なお、貸付の対象となる資金は母子及び家父福祉法で学校の授業料、書籍代、就学に必要な被服代等に限定され、中学生が塾に通うための資金は対象外となっております。次に、保育料についてみなし家父控除を実施する考えはないかとのご質問でございます。保育料の保育所の保育料につきましては、保護者の方の前年の所得税に等に基づきその額を算定しております。ご質問のみなし家父控除につきましては、離別・死別の母子・父子世帯に適用されている所得税の家父控除を未婚の母子・父子世帯にも拡大適用されたとみなして保育料の基準適用を行うものですが、現在本市では実施しておりません。みなし家父控除の適用につきましては、さまざまな問題があり、今後の課題であると認識しております。以上でございます。財政局長。本市の市民税の給与所得者における総所得金額等の傾向でございますが、市町村税課税状況の調べにより、平成19年度から23年度にかけて比較したところ、総所得金額等の合計につきましては 6% 程度の減少が見られます。課税標準額200万円以下の納税義務者が納める所得割税額が所得割税額全体に占める割合は 27.4% から 30.6% に、300万円以下の納税義務者の割合は 46.1% から 49.4% に上昇しております。このことから全体として課税の対象となる所得が減少し、課税標準額が低い水準にある納税義務者の納める税額の比率が増加している傾向が見られます。以上でございます。はい、松谷君。それでは3回目の質問いたします。3回目は子どもの貧困の方からいきますけれども、この2011年度の要保護、準要保護を合わせると3786人、生徒、児童生徒ということで非常に増加しているという傾向があるということであります。この現状の中で、教育委員会としては放課後の学力アップサポート事業や学力向上専門家委員会の支援員の派遣等でということでありますけれども、しかし一人一人を見ていきたいというご答弁もありました。で、問題はそうした中で本人家族の努力で学習環境をどう改善できるかということになるわけでありますけれども、今回教育委員会中心に質問させていただきました。これは保健福祉子ども局との連携の問題でもありますので、この続きは決算審議の方でやらせていただきたいと思います。
合わせてですね、その参考といいますか、児童相談所、青少年相談における相談の中で貧困の背景にあると思われる事例はどういう状況かということと、スクールカウンセラーはどのように関わるかを質問しておきたいと思います。次に自転車の問題でありますけれども、たくさんあるんですが、もうちょっと時間がないので、4点要望だけさせていただきます。市長が掲げた世界水準の自転車都市実現のためにまだ道のりはありそうでありますが、まず一つは今回観光レンターサイクル実験を行われますけれども、実はすでに昨年9月から2月、私鉄の清水駅拠点に通勤商用観光分野で社会実験が都市交通デザイン会議や環境局も加わるコンソーシアムでやられています。そうした情報が総合してきちっとですね、役立つようにしていただきたいと、まさに縦割りなんですね。そのためにはやはりコペンハーゲンの自転車協会のようなやっぱ市民組織をきちっと立ち上げなきゃいけない。ぜひ応援していただきたいと思います。そして3つ目は駐輪場がですね、単に自転車置く場所だけでなくて、修理だとかそれから自転車情報がたくさん出される、インフォメーションセンター、楽しい場所になるように検討していただきたい。そして最後に自転車の条例ですね。これは盛岡市が採用しておりますけれども、自転車の購入から利用廃棄までライフステージにおける市長、市民、商業者、事業者、学校などの分かれる責任を明確にして、それをぜひ検討していただきたいと思います。保健福祉子ども局長。はい、保健福祉子ども局長。児童相談所、子ども青少年相談センターなどにおける、相談の中で貧困の背景があると思われるが事例はあるかということでございます。児童相談所や子ども青少年、相談センターなどに寄せられる相談ケースは年々増加しており、その中において、貧困が背景と思われる事例があることは認識しております。そのような事例については、相談を進める中で生活実態を把握し、必要に応じて生活支援や就学援助などの経済的な支援を受けることができる公的機関を紹介をしております。以上でございます。はい、教育次長。貧困に対しますスクールカウンセラーの関わりについてですが、児童生徒がスクールカウンセラーに求める相談内容は、保護者、友人、教員などとの人間関係の悩み、自分の性格に対する悩み、学習や進学に対する悩みなどです。また、保護者がスクールカウンセラーに求める相談内容は、子どもの性格、発達、行動に対する悩みなどです。従いまして、スクールカウンセラーは、児童生徒や保護者から直接貧困についての相談を受けることはございませんが、悩みを聞く中で、その背景に貧困という家庭環境の問題がある場合には学校に報告いたします。学校は家庭との連絡を図りながら関係機関を紹介するなどして丁寧に対応いたしております。以上でございます。